名古屋スポーツセンターは、愛知県名古屋市の各門前町一の60にある、スポーツ施設。1953年9月に開業した。オース球場の跡地に、鉄筋平屋で建設され、愛知県初の通年営業のスケートリンクとなった。周辺地域がオースと呼ばれていることと、通年営業のスケートリンクを要することから、地元では、オーススケート場、オーススケートリンクの別名で知られる。 1984年に住宅、都市整備公団との共同事業で公団住宅を併設する現在の姿となった。開業から60周年となる2013年には改修工事が行われ、7月13日にリニューアルオープンを迎えた。一般向けのアイススケート場として利用されるだけでなく、ジュニアスクールも開設されており、フィギュアに関しては山田町子。 角田優子など一流の指導者が揃っていることから、ここから伊藤緑、田吉江、安藤美希、浅田真央、中野ゆかり、村上かな子、宇野昌磨など、世界的なフィギュアスケート選手を多数輩出している。なお、大人向けの教室の他に、クラシックバレーや社交ダンスなどの教室も開設されている。フィギュアスケート漫画のメダリストは、当施設が舞台となっている。 中日新聞、オースリンク全面回収中、7月13日再開愛知2013年6月22日、名古屋が舞台のおすすめご当地コミック、株式会社山陽堂書店、2021年6月13日閲覧、ありがとうございます。